遅刻や。上がってる？行っちゃってる。2020年、22年、ゆうぱたのミックス。おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。送りました。よろしくお願いします。全体通してとか、サブベースの時に、うん、あーどうしようかな。サルちゃんで聞く時に熱いキックが鳴るってことですか？埋もれます、キックが。いやどうかな、うん、キックの存在感をどう出すかやな。あーと、あとサブのあれですか、その上の部分もちょっと邪魔になる感じですかね。いや上はまあいいんですけど、下の方のキック出した時のキックの浪感とそのサブの低音感がこう重なって、こうかなりやばいよこれ。なんていうか、ですね、音割れるわけじゃないけど、ちょっと飽和感が出そうな気がしたから、ちょっとサイドチェーンで落としてもいいかなとは思ったけど、これからあれやな、滑ったら静まり返る部屋で BGM つけなあかんな。すっちゃって言いましたね。すっちゃって俺何て言ったの？すっちゃすっちゃって言った？はい、そのほんまに何て言った？なんかすっちゃなんかすっちゃって言ったよ。だから俺らも何言ってる？あ、俺つらって言ってる。あ、つらって言った。すっちゃ母音は一緒ですね。誰と喋ってんの？静まりかー。いや、滑った言うな。静っぴ。合ってる。今の合ってる。合ってます。辛いよね。辛いし、俺辛いのあんま得意じゃないけど、辛くないの選んだけど、これ辛い。え、辛いの？辛いの？これ。食べます？めっちゃ辛い。いや。ありがとう。これはやばいよ。うわぁ、びっくりした。なんじゃそりゃ。こいつやばいって。最高や。ほんまに最高や。あ、今何したで。でかいし、位置高っ。でかちゃんだよ。上手くやばい。地獄じゃん。民度低すぎるやろ。いや、ほんまに。下ネタノンパレードよ。え、もううるさいな、それ。誰しょ、俺下ネタ無理なんでしょ。ドロップ前のところをベースだけずっと鳴ってるんですよ、サブベースが。こうあのカットしてほしくて、分かってるでもまだでフェイドアウトして、パーンってなるところにめがけてフェイドアウトしたり、同じ、いや、そこあります。なので余韻の話、そこフェイドアウトして、パーンだけ残してですね。で、はい、それと同じような感じっていうか、はい、ボーカルの余韻を、ボーカルは逆にリバーをめっちゃ広げたいんですよ。分かってるよでもまだーってこう広
き分けたいんで、うん、そこだけを、まあ、だーあーぐらいから、うん、わーってくる感じにしたいです。だからこの2人がもうちょっとゆっくりですね。はい、気持ちいい。分かってる分かってるものだ。あーで一番マックスぐらい。まだー分かってる分かってるものだ。気持ち早いですね。気持ち早い。はい、気持ち。気持ち早い。このまま後ろにちょっと。はい。一個ずれてもらう。分かってるものだ。急に来てた。いい家やってる。え、いい家って何に。いい家、あざすあざす、いい家って一番理解しなかった。全然分かってなかった。何言ってない。いい家やって。だからユージって名前言う。いやいや、怒られるわ。ちょっと待って、眠いわ。お前レッドブル飲んですぐ寝れるな。すごいな、レッドブル飲んですぐ寝れるな。俺ディスられてる。俺めちゃくちゃディスられた。俺いいですか。はい、どうぞ。静かなところのスネアがちょっと存在感がありすぎるかなっていう。静かなところ、静かなところ歌い出しってか最初の方の一位ダッシュですね。一位ダッシュらへんはちょっとスネアのと何がそうさせた、存在感がありすぎるかなっていう。確かに。何がそうさせた。音量を下げる、音量を下げるのか、ちょっとリバーブを下げるのか、リバーブかな、どっちかかな。リバーブですね。はい、リバーブディレイ同じだけ下げました。もうちょっとリバーブしたくてもいいじゃん。少なくリバーブ、だから全体通すのはちょっと分からんけど、ここ単品できたらもうちょっとなくてもいいのかなと。もうちょい下げましょうか。でもそのデモの時はもうちょいなやりばうか。いや、でもガッツしかってる。もっと、うん、何がそうさせた。これ今の方が好きですね。一旦これで、で、これ、ベースフィンガーのベースの方って、はい、このドロップに合わせて EQ って今全体下がってますか、この A メロの今の部分。ね、そこまでローはでも下げてないですね、結局。この、ドロップ以外のところは、はい、ちょっとカットなしで。あ、これ別に、あれっすよ、もう16キロ以下とかなんで。あ、じゃあ、変わらんすね。なんとなくこれ、癖でカットしちゃってるだけの設定。うん、バランスはいいんかな。なんかもうちょっと、うん、ファットな感じ。いや、欲しいっていう。音量かな。かな。でキックと合わさった時のドゥンっていうのがもう少し欲しいなっていう。平歌もなんか不思議と声が丸いですよ。あ、ちょっと鼻かかってる感じですもんね。だから一個差つけようかな、どうしようかなと思いながら、ちょっと一旦じゃあさっきのその1上げと1下げぐらいの。分かってるもの。バランス良くなって剣。